こんばんは。こんばんは。こんばんはと言っても私が誰かお分かりでしょうか。いつも KUMI 組で書き込みをしている平田です。かよです。今日はですね、4月の今日は何の日、エイプリルフールだったりするんです。ねえ、誠実な私たちには関係がないですね。そうですね。ね、結婚決まりましたって言いたいです。誰も信じません。はい、わかりました。はい、それでは今日は、大人気のコーナー、ナナパパの部屋が、だいたい9時20分ぐらいから。というのは、今日のゲスト、キノピーさんが、あまりにも面白い方らしいということで、先ほどゆかりさんからちょっと時間を増やした方がいいよっていうアドバイスをいただきましたので、情報コーナーは9時20分頃までお送りします。はい、はい、楽しみですな。というのが情報がね、あのお伝えする情報がたくさんあるんですよね、かよちゃん。そうなんです、ね、あるんで、まず登場からいきますか。はい、この間登場、私たち生宮崎文孝さんを見てきました。はい、どうでした？すごく元気をもらいました。、抱きしめてエコハイスカの実行委員長さんですね。そうでしたね。はい、素敵な方でした。あの事務局長のですね、和田義治さんもあの節分その歌をね歌ってくださったりして、素敵だったんですけど、さすが実行委員長、パワーが、パワーが違いましたね。ねえ、もうすごい。もうあの多分3万人集まると思う。集まると思う。いつの間にやら手をつないでいると思う。私たちも手をつなぎましたから、ね。はい。私もいろんな方と手をつながしていただきましたね。ね、もうゆかりさんなんかあのパソコンの向こうで吹っ飛んだんですよね。そうなんです。吹っ飛びました。びっくりした。相当奥まってますけど。そう、なるべくここは小さめましょうか。ここです。似合って。実はですね、抱きしめてこうハイズカは、その3万人の、ね、笑顔でハイズカこう、まあ、要するにシェイクアンドシェイク、シェイクアンハンド、ハンドインハンド。ハンドインハンド。シェイクハンド。ですね。で、こうつなぐっていうんですけど、私たちそればっかりメインに考えてましたけど、実は、実は関連イベントが山ほど、山ほどあった。ねえ、あるんですよ。びっくりしました。そう、老眼鏡でちょっと。もうたくさんあるんですけど、特にゆかりさんがこれはっていうのをいくつか。春を食べる会、食べられる山野草っていうの、山野料理、矢印、試食会、キャンプソング大会だ。食べたいですね。食べたいです ね、 ね、魚や水鳥と遊ぼうエコな体験、おお、で高石智也と若者たちの夢コース、智也さんも走るかもって書いてある。ね、走ってくださるんですね。走ってくださるんですね。走らされるんですかね。いろんなことがある。私の子供たちへって、そう、10個いろんな、いろんなイベントがあるみたいですよ。私ちょっと食いしん坊なので、その春を食べる会っていうのが、風の食卓、森の中の食べどころ満載、貝塚ご飯の森とか、いろんなやられるみたいな。タラの芽とか、あ、食べたいですね。トコミとか、トコミとか、タラの芽とか、春の七草とか。、ね、皆さん、あの1000円払って、はい、あの貝塚を抱きしめる、抱きしめていく貝塚なんですけど、他にも今ゆかりさんが言ったようなイベントが山積み。そうですね。貝塚ダム記念公園、佐渡岬、はい、福ダム、中積み公園。おお、これなんて多層の里スポーツ。多層の里、ね。多層の里スポーツ公園。いろんなイベント会場があるみたいですね。コンサートもねたくさんありますし、ね、さっき宜野湾何でしたっけ？そうそうそう、え、ギノワン、あ、ジョニーギノワン、ピクニックコンサート、うん、ね、知る人ぞ知る、沖縄の方らしいです、ね、あ、それは多度岬っていうところです、ね、多度岬さんは多度岬さんですよね。多度岬であるんです。あ、そうなんですか。あ、まあ真偽のほどは行ってみてから、行ってみてから、はい、確かめてください。まあこんな風にですね、はい、たくさんあのイベントも用意されているようなので、やっぱり多度岬があるんだ。あ、そうなん
都合をつけたいなとは思っております。皆さん1000円払って抱きしめてエコハイズか。抱きしめて。覚えてる？なんとなく抱きしめてエコハイズかのような気がします。はい。じゃあ、なんせね、いっぱいあるの で、 そうです、ね、また抱きしめてエコハイズカーの情報はまたね、うん、次の時にも、はい、そしてですね、次、はい、東条町並み春祭り、これがまたですね、うん、情報、まず元気くんの一日限りの映画上映を、最初に元気くんがアクティブリングに映った時にゆかりさんがなかなかイケメンちゃんじゃんって言った元気くんがですね結構頑張ってるんですよ。で、この春先にお亡くなりになった藤田誠さんをリスペクトして、幕末てなもんや大騒動楽しそう1968年って書いてありましたからね、まあ、まだ私がご幼少の頃です生まれてないよね、うんうん、それはそうよ、私が見てたのははぐれデカとかですね、必殺、うん、白木実とかね、坂淳三郎とか、ね、それからね、結構ね、野川由美子さんとか財津一郎、そう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 、おー、面白かった、当たり前だね、クラッカー、あ、本当にお菓子でありますよね、俺がそんなに強いのは当たり前だのクラッカー、やってたんですよ、リアルタイムで知ってる、僕はクラッカーね、知らないわ、そのクラッカーの宣伝、そうそうなんですね、そうそう、だからそれ、クラッカー屋さんがスポンサーだった、あ、そうなんですか、そうだったと、私たち一応3姉妹だの、キミちゃん入れて4姉妹だの言ってるんですけど、現実はリアルタイムで知ってますか、リアルタイムで、今日はエイプリルフールなんでリアルタイムで知ってるということになってます、名古屋さんの方ね、はい、はい、その後とても不遇だった時代を乗り越え乗り越え必殺シリーズなどすごく、はい、見客商売などされてそう、必殺仕事で、はい、よく調べました、素敵なんですよ、とっても素敵な方だと、見に行きましょう、見に行きましょう、次は、はい、それでね、その4月10日から、18日までが東条町並み春祭りなんですけれども、4月17日の土曜日1日限り、北村醸造場の古い蔵で映画上映なんですね、菊文明っていうお酒が有名ですね、はい、菊文明綺麗、1時からとそれが4時からの2回公演です、上映なんですけど、実はその17日以外はその蔵はどうなってるかというと、奥田敏夫画伯のギャラリー奥田が開催されています、あー素敵ですね、ファンタスティックですねなんかね、シャンソンとか流してちょっとこじゃれたカフェなんかも併設して、すごい素敵なギャラリーを展開するらしいの、この間電話でね、来てみやわからんで言われてました、まったりね、まったりね、だからなんかこうすごくこうゆっくりした空間らしいので、ぜひ皆さんも奥田敏夫画伯の絵と、それからシャンソンと、それからカフェをね、味わいに行ってください。私たちね、こういう感じは奥田先生を中心に物を考えてしまってるんですけど、実はですね、コンサートもあるんですよ、いっぱい。ですから、一応私の拙いブログ生アットマーク女子マークティブリングのブログにリンクを貼ってありますので、ぜひぜひ詳しく登場、春のね、はい、ゴールデンウィークの一日どうして過ごそうかなと思う人はぜひ行かれるとね、登場は違うか、登場はね4月10日から18日まで、ね、はい、10日間だから、お花ちょっと遅れたお花見ですよね、そうなんですね、当時はね、奥田先生おっしゃってましたけど、広島で一番春が遅いところなんです、ね、ああそうなんだ、はあ、ですから、一回ここら辺で春を味わわれて、それからまた当時で春をね、味わってください、素敵です、
空気もいいところなので、ぜひ。空気はいい。もうね、ここら辺で染みる寒さよりもはるかに染みます。空気が良すぎて。星も綺麗なところですね。ねえ、本当にね、素敵なところですから。はい。それからまだあるんですよ。まだ、まだあった。で、千住の部屋で。そうそう映画情報をね、そう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 伝えてくださっている友川さん、今度はなんと向島洋蘭センターでですね、食と脳の映画祭 in 尾道というのをプロジェクトでね、噛んでらっしゃいます。アンダンテ、アンダンテという映画ですね。かよちゃん、なんかさっきも復習してたよ、ね、一応映画情報を、はい、そうですね、2010in尾道ということで、時はですね、4月10日の土曜日となっております。場所はですね、向島洋蘭センターとなっております。で、主演される方がですね、新妻聖子さんとおっしゃいまして、愛知県出身の11歳から7年弱タイで過ごした帰国子女の方です。上田2002年1月から TBS の王様のブランチのレポーターをされていて、で2003年5000倍のオーディションを勝ち抜いて、レ・ミゼラブルのエポニーヌ役で初舞台を踏まれ、今舞台を経験されたり、 CD デビューもされている綺麗な女優さんですね。あと筧利夫さん、ご存知ですよね、皆さん。はい、はい、大好き。秋元直美さんが出演されていらっしゃる映画となっております。内容としてはですね、人間恐怖と引きこもりの生活から必死に立ち直り、新たな自立の道を懸命に模索する映画主人公しかみたいな、はい、映画を通じて食と農業の問題を掘り下げていきたいということと、あと社会と自分のために働く労働とは何か、労働の価値を見つめてみたいというコンセプトで作られている映画となっております。よければ今ね、農業ってすごいこう、若い人にね、そうですね、またこう新しいこう労働の仕方、働き方としてこう捉えられてるじゃないですか、からいいかもしれませんよね。そうですね、私ね、仕事柄なかなか働くそのきっかけがつかめない子のために、ちょっと調べたら、今ボラバイトっていう働き方が あってね、それでその、サイトも結構いくつかあるんですよ。で、要するに日本全国、期間が限定なんだけれども、まあ、中にはね、農業する人を支援しますよっていう募集もあるんですけど、要するに例えばネギの作付けの時期になったら3ヶ月間うちへ来てネギの作付けをね、要するに、労働しませんか。それで結構日当もね、3000とか5000とか、映画で100万円と苦虫女っていうのを見た時に桃を取ったり、なんか農家へ行ったり、いろんなアルバイト、そんな感じで、そんな感じ、住んだらよそへ行くんですね、100万円で。そうです、映画があったんです。すごい面白かったです。やってみたいですね。そんな感じ。そうそう、だからね、そういうふうにこう3ヶ月なら3ヶ月、で長期の人は長期の人で大歓迎とは書いてあるんですけど、結構その農繁期の3ヶ月間とかいう感じでね、で写真を見たら明るく元気に人参を掘っている若者の写真とかあったりして、要するに農業によって、まあ農業ももちろんしっかりやるんだけど、その農業そのものによって自己再生するっていうのも絡めてっていうか、相乗作用っていうかね、で私自分の教え子に沖永良部島に行けって言ってあるんですよ。要するに何て言うんですか、こう何にも受け入れっていうかね、何もないところにポンと自分を置くっていう経験もいいなと思って、まあ、私はもともとお家が農家だったので小さい時、だから結構ね、ちゃんと田植えもできるんですよ。できません。できませんけど、あれです、夏のお小遣い稼ぎはね、冷え取りでしたからね、小学校の時。冷えも取ったことないですね。そのうちちょっと商売買いをしてしまったので亡くなったんですけど、ちっちゃい時ね、小学校1、2年生の時に、でお小遣いをそれで稼いだり、
してました。ちょっと楽しいですね。そうですね。もちろん農業はね、すごく大変な仕事ではあるけど、ね、でもいろんな可能性がねある。だからこれもぜひ食と農の映画祭2010 in 尾道。田んぼもあります。はい、向島洋蘭センター。ーで、ブログにはですね、リンクを貼ってるんですけど、田んぼで願望っていうブログを持ってらっしゃる方のところにまた詳しくね載ってて、そうなんです、ね、願望って広島弁で、そう、やんちゃなって広島かも、やんちゃな、やんちゃくちゃな、やんちゃくちゃな男の人の、じゃあ田んぼだれって、あ、じゃあ田んぼでやんちゃしてる男の人、友果さん曰くすごいパワフルな人っていうことらしいですけどね、お世話をしてらっしゃる方のブログにリンクを貼ってありますので、ぜひ詳しくご覧になってみてください。友果さん頑張ってますね。はい、本当ですね、はい、ですね、はい、最後じゃあ、我が、はい、1日の4月15日から21日まで造幣局の、桜の通り抜け、トイモとかっていう花とか、緑の桜とか、ね、そうです、コン桜とか、いろんな桜があるんですよね。白い桜とか緑の桜とか、はい、綺麗ですよね。本当に綺麗です。午前10時から午後8時まででライトアップされていますの で、うん、で一通り、多分今週までね、桜のお花見が盛んだと思うんですけど、八重桜なので、そのお花見が終わって、あ、もう花見終わって寂しいなと思ってる頃に、造幣局の八重桜の花の回り道が始まるので、4月15日から21日まで、午前10時から午後8時です。なんと、はい、五日市駅からバスが出ますから、あ、バスが出るんですか。そうそう、駐車場がないですよね。そうそう、だから公共交通機関を使っていったのがよく言いました、今素敵に東京特許許可の公共交通機関を使って、はい、ぜひおいでください。ブログにもですね、いろいろリンク貼ってありますので、ご覧になっていただいたらと思います。うん、今日は何せキノピーさんがいらしてるので、さっきすごく面白い、あれ、早くですね、すごく面白い感じがしたんですけどね。ご紹介したいと思っております。で、ナナパパの具合がね、悪かったんですけど、そうそう、だから、ノルエさんも来たんですよ。ノルエさんも3人で、3人で今日は、はい、よろしくお願いします。飲んでから来る、じゃあ今日はノルエさんも一緒に、それでは皆さんまた来週お会いします。もう帰ってきた、来週はダメだった、来週はジャイブです。じゃあ再来週、じゃあ美女3人は来週はこちらで、ありがとうございました。そこ見えるとたまにマーカーが行くんじゃん。はい、深いところへどうぞ。もうよく紹介しちゃった。どうぞ、読んでから紹介しちゃった。ここがいい、深いところ、ここがいい、はい、ここがいい、椅子の後ろ入る、すごい、木の木さん、上野さん、上野さん、ちょっと待ってね、じゃあ、はい、じゃあ始めます、はい、先月はなんだっけ、4月1日って分かった時点で、僕の友達で一番バカを呼びますと言ったので、バカに来てもらいました。本当は賢いんですはい、キノピーさんです見えて、紙問屋を、紙問屋か、専務なんですからね、ちゃんとした会社の。では自己紹介を。専務です。キノピーです。よろしくね。どうぞ自己紹介で、そんだけかい。あのね、
僕の、じゃあ僕の知っている情報を、はい、キノピーさんのに関して知ってる情報をあのいくつか言いますので、お願いします。間違ってたら直してください。はい、まずね、分かるかどうか、まず確か船入り高校卒です。そうです、そうです、はい、だからバカではありません。いえいえ。で、ね、家の飲みます。いただきます。美味しいんだな、ここのが。あのね、なんだ、そうそう、あのルービックキューブ、ここに持ってきてもらったんですけど、ルービックキューブの、あの先生を RCC 文化センターで教室を前に持ってました。ただあまりにも客ブームが去っちゃった、ね、ブームが去っちゃった、あの、受講生が減って、その講座は打ち切りになりました。大人限定ですよ、大人限定、今なくなっちゃいました、まあ、自然消滅と言いますかね。でも、希望者が多いとまた始まるかも分かりません。後でやってもらいます。了解です。あとですね、はい、ここに心スイッチという広島を元気に変えるという本があるんですが、どうやって見せるか。この中にね、いいですか、はい、この中に広島の20人の、あの20人のね、変わり者がいるんですよ。まあその中にこの木下克之さん、こっちの方が、こっちの方が男前。そう、ほら90ページからキノピーさんが書いてます。じゃーん、個人情報丸出しです。ねえ、いけんかね、いけんじゃない、うん、あの、この本もぜひ買ってください。どこ行ったら売ってます、双葉図書とか大きいところに行けば、本屋でも、アマゾンでも売ってますんで。え、アマゾンでも、アマゾンでもあります。すごいよね、うん、わー、はい、買います。はい、あの今日は熊野御堂さんは本当は誰かわからないんですけどね、あの体調悪いです、まだこの辺が、ね、この辺がゴロゴロ言います。今日キノピー直してから風邪を直します。うん、いやー。マジですか。あとですね、キノピーは会社、自分のお父さんの会社を手伝いながら、専務をしながら、趣味の世界で、夜の流れからで、なんだ替え歌を歌ってます。変態だ。その替え歌がね、まあ、うまい、うまい、面白い。いや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 。あとでね、やってもらいます。何曲ぐらい？マジでですか？マジで。いやー、動画は初めてですね、多分ね。動画は初めてです。動画は初めてですね。だいたいね、あの、僕の忘年会とか、そういうのに、新年会とかに、だいたい来てくれて、そこで2曲ぐらいはやってくれるんですが、バシケンさん、バシケンさん見てる。お呼びすることできるんですか？え、異世界人なのかい？来てくださいって言ったら営業されるんですか？まあ、僕はただ、呼んだら金いるもん。いやいやそんな、あのでもね、金出しても来てほしいぐらい面白いですよ。僕の知ってるのは2曲ですけどね。まあ笑う笑う、ね、ちょっとどうぞ、いただきます。コーヒーが美味しい。今からね、今から歌うと今までの、僕の知ってるキノピーさんの情報の中で間違いありますか？いや、99% あってます。 99% そうか、大丈夫です。まだ5分しか経ってない、どうしようか。え、今からキノピーさんが歌ったり踊ったりしてる。まず知らん。あ、じゃあ僕の、まずね、ルービックキューブからやった。まずじゃあルービックキューブから。これとても難しいんですけど、あとね、あのキノピーさんへの質問とかあったらどんどんください。ください、ツイッターで待ってます。ツイッターじゃない、ツイッターじゃねえ、2組。
2組。キノピーさんこんばんは、ナナパパこんばんは、2人のトーク楽しみにしていました。2組、はい、2組さんでね、言うてもいいかな。2組さん高校入った時に、高校三十何年か前に入ったんですよ、特待児。その時の1年2組の女の子で憧れてた。彼女が憧れてた。だっか俺が憧れてた。へぇ、あっという間に。いやいや、あのね、その人も、その2組さんもね、ちょっと個人情報なんで、あの名前は出さないんですけど、今川崎市に住んでて、本も出してます。二組さんより二組言われないけど数字はつきますけど ね、名字に。あの本も出してます。手芸とかそういう感じのプロなので、テレビに出たりそういう感じです。ヒゲパパ、ヒゲパパさん、ヒゲパパ4月バカ代表、どんな方でしょう。こんな方です。ね、年いくつなんですか。当年取って52歳になるってことね。え、本当ですか。当年取ることは62か。なんで足すんの。なんで足すんの。取って52じゃろ。あ、そうか、じゃあ逆だ。だけ、そうじゃそうじゃ。そうじゃそうじゃ。そんなことを言いながらね。キノピーさんは役者、役者ではなくて、役者は熊野御堂さんで、あのそれはいいけど遅いね。いや、田中さんにも言われた。酒が入ってないか。入ってきた。入ってきた。あ、測った誰か。いや、測らんでいい。測らんでいい。だいたいで。だいたいで。だらーっという感じでね、はい。そんな感じで、あの会話しながらやる。いやいや、そんなことだな。そのままやると、あのどっちかがどっちかってな感じになりますからね。RCC の時は、RCC のその文化センター、はいはい、講座もいくらだったんですか。え、言っていいのかな。まあ出てるからな。3回コースで9000円。とお。その代わり、はい。ね、6面ができるパーセンテージが 90% 以上。人数が少なかったんで、だいたい5人ずつぐらいの教室でやってて、まあ、それ以上増えると絶対教えられないんですけどね。で、あの最初はあの揃える、まずテキストを見ながら揃えましょうってやって、その前に一番最初の日に、これをなんで揃えたいんですかっていうのを聞くんですよ。うん、で、1分間こう目をつぶって考えてくださいって。で、そのこれを揃った時誰が喜びますかって聞いて、一人ずつこう孫が喜ぶとこが見せたいとか、80年代にできんかったのをリベンジしたいとか、子供に自慢したいとかね、そういうところで、あのこう意識をね、高く持ってもらって、そう、意識を高く持つ、こうね、イメージしてもらう、イメージしてもらってやると早い。やっぱりゴールがあるから。なるほどね。あ、これができたらこうなるっていう、こうね、いうのが。で、1回目がこうテキストを見ながらとにかく作る、6面クリアする。1時間半。で、2回目は、分解してあのメンテナンスとか。これって壊れる？壊れますよ、なんかここをね、ねひねってこうやる、ね、こうね、あらあらあら、あや、俺初めて見たし。あ、ほんとだ。こんな感じでね、よいしょ、どうしようかな、もう全部バラバラしちゃう。イエーイ、いい、うん、皆さん知ってました、これバラバラになるの。知らない。私、そこで聞いてもいいですか。どうぞどうぞ。興味深い。どうぞ。いいの。すいません、私とっても興味深いので、はい、はい、これをこうやって食べたら、え、バラバラに、ね、キノピーさん、つぼねさん見てるんだって、旦那さんと一緒に。まあ私、数学的な頭がなくてもできるんですかね。イエーイ、チケラッキョ。これ数学的な頭がなくてもダメなんです。いや、素敵素敵。これができたらダメじゃん。誰かに自慢できるという、欲さえあれば揃います。あ、欲さえね。あとは記憶力というか、もう体が慣れるというか。え、これ記憶力がいるんですか。記憶力というか慣れです。あ、慣れ、慣れです。で、
できないけど、これね、一面ならできるんですけどね。まあ誰でもできるんですよ。だから一面揃えるときに、ここを揃える、同時に。それが第一歩。だいたいここ揃えるときに、ここがバラバラになっちゃう。ほう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 。できるかもしれない。え、キノピーさん、なんか滋賀の中代表って言われるけど、頭も広いじゃないですか。そんなことない。なことない。なことないです。広く浅くですから。でも、広く浅くですから。すごくね、すごくね、いい人。俺、大体酒癖が悪くて、あの、ヘベレケになって全部さ、わけわかんないんですけど。そうなった時に、家まで連れて帰ってくれるのは、ひまわり姉さんとキノピーだ。たまたま飲んでなかったね、それはね、クレに行った時にね、車で行ってたから。クレでね、もうベルンベルンわけわかんないから。ちゃんと船越しの家まで、あ、こじんじょう。そうじゃん、もう。だいたいそのベロンベロンになんでようかな。いつもわからんようになってんじゃんけ。多分わからんようになったらどうなるんですか。わからんようになりたいんですよ。ノッピーさん今聞きました。ものすごいロマンチックなことになって、なんかそれってすごく悩み大きい、あの、男性が、あ、パパもしかして文学生なの？いや、文学生ってあんまり知らんしない。ほんまほんま。そういや4月バカでちょっと今日調べてきましたけどね。はい、日本であの4月バカって最初になったのがですね、あのなんだろう。ヒゲパパ、多彩な方なんですね、うん、すごい。ヒゲパパさんもね、広く浅くです、広く浅く、ね、初めて来ましたって、2回前ぐらいから来てくださっているので、うん、あ、そうそう、そう、日本にあの4月ばかり、エプリルフールっていうのがね、あの来たのは、なんか大正時代らしくて、あ、そうなんで、なんかエプリルフールを直訳して4月ばか、うん、で、そこからずっとそういうふうに言われてるらしいんですけど、それより前って何の日だったか分かんない。分からないです。年度末。年度末。日本はその前はなんかね、これね、ミクシーに載ってたんですけど、ミクシーの今日のあれ載ってたんですけどね、あの、なんだっけ、不義理の日。何不義理の日って義理、不義理、義理、義理、義理を書く、書いている日ってらしかったです。でもちょっと似てますよね。似てますよね。でも本当は不義理の日って言っても、あのその日不義理をしていいっていうんじゃなくて、不義理の人に、普段不義理してるな、挨拶してないなっていう人に、なんかあのその日をきっかけに挨拶しようとかね、あ、連絡を取ろうとかいう、そういうなんか日だったらしいんですよ。なんか奥ゆかしくでいいじゃないねえ、ね、代表ですか、代表。バカの話じゃないじゃんね。えらい話になる。でも私思うけど、バカって立派な、バカは立派だと思うよ。そうか、ね、ちょっと食べてみて。もう、あ、これね、茶玉ですって、どうぞ。茶玉、はい。ねえ、私キノピーさんなんて、あの、ずっかりなくて、そしたらもうみんなはコメントで、すごい人だよとか、あのね、広島人みたいな人だよ。松本由美子です。あ、知ってます。松本由美子のブログを、ブログを始めたいなって松本由美子が言った時に、雑誌やテレビで松本由美子に、あの、パソコンからブログの書き方を教えた人。あとでクレオパトラハンでマスクマの色で、あと本とかで有名な奥さんの介護して本も出されてる塩じいさん、塩じいさんのにブログの書き方を教えたのも昨日だから、広島で一番最初にブログを書き始めたんじゃないですか。でもいや、そんなことはない。そんなことはない。紙の会社の写したかったらかなり良くて、その前はあのソフト会社の営業で、その前は紙屋に、いっぺん喧嘩して出てっちゃったのね。でまた前戻って で頭ポーンとなって帰ってきちゃったという。だからうん、あ、今もマック、あ、マック、マック、あのバリューバリューそっちじゃない。
あのね、マックファンなんですよね。まあデザイン系の仕事一人してる人は多いんじゃないですか。だからあのマックなんですよ。マック&アイフォンですね。あ、なるほどね。ちょっと出る方がいいと思う。どうぞ。ダメだと思う。違う、そうじゃない。いっぱいいます。マシケンさん、後ろにね、いっぱいいるんです、カメラの後ろに。10人ぐらいいるそうです。にしろは、あ、それぐらいいます。大体です。ここまで分かったら4月バーガーでしょ。でもあれ、キノピーさんの写真を撮ってないです。4月バーガーでしょ。バーガー。マックだけに。マックだけに。4月バーガー。今はテキサスバーガー。あ、違うわ。あ、でもテキサスバーガーなんですね。みんながあまりにも言う。違うんよ。今はサセコバーガー。ケーズバーガー。ヒロプロの世界、はい、あれも同級生、今度なんじゃろうか、もう誰でも呼んでる、サイカさん、ダイエットじゃない、やつれたの。あの、でもね、ここキノピーさん、おー、キノピーさんへの、なんでもいいんじゃない、キノピーさんへの質問なんでもいいんじゃない、同じように見えてるって言ってたらいいですよね。やつれたやつ、ここにね、多分ね、第1回の時はね、100キロあったと思うんですよ。今ね、91ぐらいしかない。91ぐらいしかない。すごい、本物のマッカーがおって、じゃあここに、僕は OS10 からですから、またまだの S マッカーでございます。もう2代目ぐらいですね。わからん話が。でも iPhone は分解しました、この間。でもね、あ、それ持ってた、それ持ってます。じゃあやっぱりちょっとあれじゃん。やっぱり来るべきでしょうね。じゃあ、こちらパパどうぞ。え、こっちに寄るほどね、出るのがあるんだね。じゃあね、あの先週っていうか前回に引き続き、元祖平成の団長、上野さん、見学に来てくださいましたので、で今ね、カメラを挟んで、キノピーと上野さんが、マックとか携帯の、あの、こんなん持ってるんで、ね、見せ合いとしてたんです。だから、ここでちょっと見せ合いとして、マック談義を。今の携帯見せてください、シャア専用みたいな。はい、こんばんは、突然来ました。かわいい。いや、これね、僕実は持ってたんですよ。これ初めて見た。スムートクリニックから。これね、僕も使ってました。すごい。このデザインに惚れちゃう。色はですよね。ね、そう、これ友達から譲ってもらったんですよ。わざわざ。まだありますよ。すごい。僕これ外装交換3回したんです。うわ、すげえ。ちょっとだけ4年目。これ行かないと入りにくい。いや、AU です。AU のあの、でもデザイン形態っていうやつ。AU のウィンのデータ、一番最初の色はいろいろあるじゃないですか。白と黒と赤と、これマックと関係ある？ないです。ないんや。そうか、そうか。でもこれすごいかっこいい。僕も持ってましたね。すごいかっこいい。これをね、ちょっとこう置いてたらね、あのマウスに間違われるんですよ。ああ、確かに。ね、本当にこうやって、あ、動かないって。皆さん多彩な方が多いから、去年の会で、あれじゃん、橋本先生広風呂で、あ、そうですね、忘年会の同じところですか、大体川端先生、何て書いてあるんです、あ、ダメだ、犬猿です、なんて読めない、猿、キノピ猿猿、一回り、あなたも猿です。いいえ。ゆかりさん猿です。なんや。私めー。羊。私。誰かが あのカエタのクレオパトラ出てください。そうよ。七本の。カエタのクレオパトラ。さっき
コメントに見失ったって書いてあったりそうそうそう見てるなみんな4月バカ大人を見ていらしてくださってるのでそのバカぶりをね聞かなきゃいけないんですけど一曲歌うマジでマジで歌うねじゃあみんなで手拍子お願いします手拍子立って後ろでやらされるとは思わなかったな立って映る狭い？いや大丈夫です。映ってる全身。映ってる。あもうちょっとこっちの方がいいかも。はいはい、ではねリクエスト何しようか。きんぴらごぼう。きんぴらごぼう。きんぴらごぼうにお茶漬け。了解です。はい、この歌はまずナレーションがあるの、はい。この歌はですね。マッチの替え歌で「ギンギラギンにさりげなく」っていう歌なんですがその替え歌で「きんぴらごぼう」にお茶漬けたんでねだいたい毎週歌ってますこれそれではすいませんでも後していいああまあそれはまあ、うん、それはまあ、まあ、それはまあまあまあせーのせーのチャ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 拍手が少ないよ。ベイビーカンパー。チャチャチャ。チャチャチャ。チャ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 。冷めたお茶漬け熱くしろ。鍋がないんじゃ昭和しよう。それならレンジでチンして。熱々お茶漬け食べるよ。今夜の晩飯、これで決まりさ。チャラチャララチャチャチャ。そいつが俺の食べ方きんぴらごぼうにお茶漬けお茶漬けを食べるだけさここにあるのは麺取りして煮込んで食べるやつ大根あとゴシゴシしておかかかけて醤油かけておいしい大根おいしいね大根は煮たり焼いたりそのりのうまみがぎゅっと染み込んでぶちうまいきんぴらごぼうにお茶漬けそいつが俺の食べ方きんぴらごぼうにお茶漬けお茶漬けを食べるだけさありがとう多分放送コードに引っかかると思います気をつけてくださいねウイルスじゃないですからねクミさんどうでしたねいいでしょうきんぴらごぼうにお茶漬け皆さんもどうぞやっちゃいましたねおかしすぎるなんで私キノピーさんが有名人だというので、うん、私ブログとかなんとかすごい調べたんですよ、うん、そしたらね素敵な写真を撮っておられたりそれから川柳もちょっとねああもうだいぶ止まってますけどね 私の中ではねすごい素敵な今ほとんどツイッターですもんねそうですね、僕ずっとツイッターですね、今ねフォローしてる人、俺25人ぐらいしかいないんだけど私もツイッターしてるから、じゃあフォローします、うん、あのね、全部キノピーばっかり出てこんねんキノピーの仕事してます携帯出てきますからねあ、そうですねあの、写真撮って一言、写真撮って一言みたいなだから私、写真好きなのでなんかすごいロマンチックなイメージロマンチックじゃないかロマンチックよく言われる面取りした大根超言われる味が染みてグッグッおろしてもグッグッ胃腸にグッグッ素晴らしい俺ね、大根おでん入れるとき面取りするんですよ隠し包丁もするんですよママがね、怒るやっぱりっどっちが来るかよ、ね、クレオパトラを呼ばないとダメまだもう一曲あるんですけどねそれはね、もうちょっとあって今日は本当にたくさんの方が来てそうなんですよヒゲパパも来てくださいもっと綺麗な人が来てはりますあら、来てはりますぜひ待っていいのじゃあ2人でおいでよはい、2人で2人でクレオパトラと楊貴妃が、はい、ぜひぜひ今日は、はいクレオパトラと楊貴妃が来ておりますあ俺ここいないわ、ね、
ですよ。無理だよ。返事はもう返事がいっぱい。あ、これ難しい。これ文字わかんないと思って。はい、では紹介します。まず陽気日の方です。どうぞこちらにどうぞ。ですね、純平さんと言われまして、昔テレビでレポーターされてました。ちょっと黙っててください。あ、そうなりますね。ごめん、それ以上個人情報とか本名は出しません。で、あの、カイタのクレオパトラです。どうぞ。どうもー。はい、では、なんでこういうことになったか。困りましたね。困りましたね。どういう、お二人はどういうのやってるの？やってるの？水槽が関係です。あ、めちゃめちゃ入ってるな。まあ、上野さん出るけどね。やつで遊び友達の女性を呼んだの母です。なんかね、どっちの誰か聞いてよ、聞いてよ。そか、俺、自分の嫁さんに良いインタビューせんし。キノピなんか聞いてよ。なんか、ご出身は、ご出身は、上海です。嘘。4月バカです。4月バカ。4月バカです。間違えました。あ、熊野美堂と申します。この熊野美堂さん誰やろうか。あれ以来ずっと熊野美堂さんで。だから私が熊野美堂なんですけど、で、じゃあしょうがないけん、次から同盟記さんに変える。100でしたっけ ?100 の目の鬼で同盟記さんじゃなかった。そういう名字にします。あ、本名なんですね。同盟記、ラシュカルね。ラシュ喋らないといけんで。ラシュカルの母です。あ、ありがとうございます。あのね、ちょっと話そうか。なんで熊野美堂になったかっていう話。あのね、大分県、大分県、各県のこう珍しい名字っていう本を読んでたら、大分県に熊野御堂さんっていうのが珍しくないって書いてあって、高校1年生の時に同じクラスに熊野御堂君っていうのがいたんですよ。どういう字を書くんですか？熊野に、熊野町の熊野に、御に道。はいはいはい。で、熊野御堂さん。うん。で、ああ、珍しくないんだ、大分に行ったらとかって話して30分後ぐらいに、あの、王将に行ったんですよ。金がないけど、家族で王将に行って、あの、順番待つのにこう書くじゃないですか。あそこにね、ママが、あ、私書きに行くって書いて、みんなでこうやって座って待ってたら、従業員の方が、広島市からお越しの熊野御堂様。絶対ママしかおらんし、そんなん書いたの。本当に書いてで、あの、漢字で書かないでいいじゃないですか。あの、カタカナかひらがなでお書きくださいって書いて、熊野御堂。違う、これ漢字だったらちょっとやばかった。だからそれからね、あの、そういうレストランとかに行って名前をママに書かされ、この前もドメキって書いてますね。お芝居ちょっとずれてます。ずれます、ずれてます。の、ノイルさん向こうに行ってもうた。変わってくる。うん、今ちょっと私がいいのいいですか。綺麗な子は残らないと。どうぞどうぞどうぞ。上野さんも上野さん番ですよ。せーり、ごめんなさい。終わりなの終わりなの。上野さんこっちへ。どうぞどうぞ。せーりさん、上野さん出ますよ。はい、どうぞ。せーりさん、なぜか私もここへ。僕もなぜかここにいます。純平ちゃん綺麗。ありがとうございます。純平ちゃん綺麗って来てます？ないない。来てる来てる来てる。来てる来てる。今日はね、4月バカの。うちの父の母の結婚記念日なんです。何かの間違いっていうやつ。不義理の日だろう。昔、大正より前は不義理の日。で、キノピーがさっき。で、ミクシー。普段、不義理をしてるから、それ。
あのモニターがもう一個あればいいね。こうそれをきっかけにあのまた挨拶しに行ったりとかですよ、ね、いうこと逆の意味でね。いい意味ですね。わかるね。今日はもう一斉に入学式ですよ。大学生、うちの姪っ子も神戸で入学式、なんかうちの娘らのお友達のお兄ちゃんも東京で入学式。あ、そうなんですか。そうです。そこでたまたまうちの娘たちの指導に来る先生に某駅でばったり東京で会ったらしいんです、なんと。僕は今日聞いたのは中学校とかが新入生、新1年生が初登校、そういうことの方が朝ちょっと車で出た時に、待って、ちょっとあ、なんか子供たちが言ってるなって、あれ、そうよって言われた。あ、じゃあ初登校、ゆきちゃん、ゆきちゃん今日夕方あったのよね。面白いですね、こういう、なんか不思議な感じ。質問は入ってないですか？不思議な感じ。いや、私これ明日買いに行こうかなと思ってるところ。 iPhone じゃなくて、なんか他のも出るんです。どこも。あ、もう出ましたよ。今日もう早速実験してる人がいましたから。どこも、どこもの Xperi。 au も出るんですよね、どこが。あ、そう、何が出る。いや、でもやっぱりね。そう、キノピーさんの話が聞きたい。よし、キノピーの話しましょう。何しましょうか。何しましょうか。だいぶ話したよ。だいぶ話しましたよ。いやいやいや、もうちょっと話しましょうよ。ね、あと10分。うん、大丈夫です。キノピーの話ね。なんでキノピーって言うんですか。キノピーは木の下だからキノピーよ。ピーピーの意味は、ピーはそりゃね、ちょっとお腹がゆるい、あ、やめとこう。まあ、そういうのもありのなしのね。さっきの歌も放送禁止用語あったしね。え、ほんま、え、さっきの歌放送禁止用語ありましたか。ありました。いや、知らないです。リクエスト来たら、やっぱし、わし来たね。やっぱし、アポロじゃん。若さん同級生ですね。あ、そうなんだ。若さん同級生。若さんからのリクエストで、アポロな、アポロ行くよ。まだここがリアルな。あ、もうそうなん。コーヒーを今聞いてます。ああ、聞こえ、ここでいい感じです。オッケー。じゃあステージ、じゃあまたステージ、はい、はい、どうぞ。西名屋コーヒーさんからオープン。 MC が元気なくてごめんなさい。キノピーのワンなんかね、オンステージ、キノピーのステージ。若さんから来たリクエストで、キノピーのお箱、なんだっけ。アポロ、アポロ行きます。はい、アポロはあれですね、これはですね、2000年にですね、ラブラブ愛してるという昔あった番組で、あの吉田拓郎さんと、誰だっけ、ポルノグラフィティさんと、ブルームオブユースさんかな、が、一夜限りで歌った曲なんですよ、これは。テレビでね、広島で、アポロ広島で。では早速、行ってみよう。じゃーん。わしらが生まれてくる前やの、アポロ11号は月に行ったんじゃいるんだけ。じゃ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 みんなが、みんなが、チェック入れよる限定のあんたの腕時計はデジタル用の。あ、なかったわ。そりゃわしのりゃハエロス住むがほんまかのか、だめげとる空を追いよるぶちでかい広告塔には、姉ちゃんが意味ありげな美少、赤い口で二での、あ、そりゃわしらが生まれてくる前にあのアポロ11号は月に行ったんじゃいんだけ、わしらがこの街がま
頃から変わりやせん愛の形探しとる Hey オリありがとうございましたありがとうございますシラフですシラフのようできるよねいや、返しちゃったこっち来てよ、助っ人でいやねクレオパトラじゃクレオパトラ若さん、見てました若さん4月か大統領、ありがとうありがとう、大統領よこれっていつもじゃないねええー、全然思いつきでやっております、大体スペイン協会の時はあのスペインの地図をこう思いっきり拡大してパネルに貼って顔を出すようにしてあのスペインの真ん中がマドリッドなんですあ、思い出した俺マドリッドでスペイン協会でスペイン協会に呼ばれたんですかいや、一応リーズにしてるんですよちょっと待ってさっきミエシータさんっていう人が、あの影のドンなんですけどね、実はキノピーさんはスペイン協会のいや、あのスペイン協会喋れるんですいや、ミエシータさんが喋れるんですあー、じゃあペルに連れて行かれる確かに芸を超えてまさに芸人ありがとうございますありがとうございます変装で思い出したんですけどね、はい、確かね、俺この人ね、流れ川でボーリングのピンの格好で歩いてるみたいなあー、そういうこともありました ね昔ね、クレでねあのブルさんっていう人があー、はい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 なんだっけあれイチャモン会っていう異業種交流のやってて、それの忘年会かなんかでね、ボーリング行ったことあるんですなんかキノピーね、ボーリングのピンの着るぐるみでボーリングしとったもんね。はいはいはい、そういうこともありましたね。たまげたけね。そしたらね、ま、ボーリングなだけにたまげたと。マスクの、出して、もっと面白い映像ありますよって見せてくれたので、ね、流れ顔をその格好で歩きよる。たまげた、たまげた。はいはいはい。すごい。いろいろやりましたね。そうなんです。いや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 、大盛況です。はい、チェリーさん。盛り上がり盛り上がってます、イエーイチェリーさん知ってるかチェリーさん知ってますチェリーさん、イエーイイエーイ橋本クリニック、パチパチパチアポヒロシまでイエーイすごい橋本先生あったのおそらくあ、そうです、わかるでもさっきスペイン協会のっていうのちょっと気になりますけどいや、僕はほんまちょっとお手伝いしてるぐらいのもんでしたもともとは写真係で入ったのであんまりスペインはよくわかってないというなんかそういうね、グループがあるんですあ美味しいもの食べたり、美味しいもの食べたり、それがその写真を撮ったり、食べたり、撮ったり、で食べたり、踊ったり、まあそれもありのね、ありね、な感じでね、まあいろいろと。芸達者で本業は？本業はですね、紙屋さん。さっき言おうじゃったよ。いや、さっき聞いたんじゃけどね。でも大体キノピーは何屋さんっていう。いやいや、それはさっき一応聞いたんですよ。紙屋さんの専務じゃいのはね。だけど紙屋さんの専務じゃいって聞いて、納得して今何十分かしたらやっぱり本業なんだ。イエーイ、チェリーさん。一応確認しとかんといけんなと思って。本業はものま、歌いですか変装とか、本業は紙屋さんですね。印刷屋さんとコラボしてやっぱりこう商品をあの企画したりとかね、いろいろやってますよ。印刷屋さんに紙を下ろしてます。はい。一応聞いたことある。なんか紙くれる。箸こうねメモに使えるサイズ。あの FJ 会富士ジャパンショー、今は違うのフリージャンクション。フリージャンクション。フリージャンクションっていう FJ 会っていうのをやってる白方さん、これも異業種交流の会社ですけど。白方です。僕はね、あのいつもね、あのうんこの話が得意なんです。誰がその白方？白方さん。ほんでね、白方さんはね、名前が明治なんだけど早稲田卒業。え、白方明治っていうんですかやった、14代ありがとうございます、若さん14代いただきます、ありがとうね、いつもねみどりさん、あ、みどりちゃん、みどりちゃん、イエーイ、イエーイ
人気なのですね、やっぱり。そうそうそう、俺がね、マックスの端とかをこうちぎってはメモ紙に作っとったんやね。ほんならね、なんでそんな貧乏くさいことしとるんやーってね、それを聞いてか聞かずか知らんけど、2週間ぐらいしたら、キノピ一杯ね、あの、きれいに切ったね、メモ紙を持ってきてるんで。私もメモよく使うんですよ。はい。いるって。はい。了解。でも、お仕事の時はこのテンションじゃないですよね。いやー、まあ、昼と夜はまたスイッチングハブというか、まあ、そうそう、一緒に。おー。ビン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 って感じ。その、夜の世界に羽ばたこうと思っちゃったきっかけ。いや、別に羽ばたいてはないですよ。シャラ長らかとかよく羽ばたいてますけど、時々溺れてってます。そういう時あるんですけどね。この領域に踏み込もうとされた。いや、やっぱり飲みに行ったりしたら、やっぱりこう目立ちたい、ね、みんなが喜ぶ顔が面白いですね、やっぱり。あ、なるほど、ね、で、やっぱこうやって歌って、わー面白いって言われると図に乗っちゃうんでね。初めて会った時に、あの、どんな人間になりたいかっていう話があって、広島一のおせっかい王だった。おせっかい焼いてもらいたい人が山ほどいると思いますけど、だから、その、銭金じゃない、おせっかい焼き、うん、俺、銭金じゃないと動かんけど、めんどくさいのね。銭金じゃないと動かない人がね、体調崩してまで頑張ります。で、あの、シラフで あんなちっちゃなカメラの前でバンバン渡れて、ありがとうございます。大丈夫よ、毎週歌ってるから。ほんまほんま。じゃあキノピーさんの今後のその展望というか、どこら辺で活躍されるか。今後、いや、私ちょっとね、生流れ川で生キノピーを見てみたい。さやかさん、おやすみ。うん、おやすみなさい。熱が出たらしい。俺の歌ったんだ。踊りの強さがあるんですよ。あと、時々見て寝込む方もいらっしゃると思いますのでね、あの、端かと思って見ていただければと思います。多分ね、あの、初めてご覧になった方も、どこに行ったら生キノピーさんに会えるかっていうの興味があると思うんですよ。誰にこれに注目されてるんですか。僕はですね、そうですね、どうしようかな、言っちゃおうかな、どうしようかな。予約がいるんだよ。予約、まあ、店がね、ちっちゃいんだよ。店がちっちゃいんだよね。あの、よく出没する店がどれ。そうそうそう、自分の店。違う、出没する店。出没する店。そこでいつも歌ってる、替え歌歌ってるんだけど、その店がちっちゃいからみんなが来ても困る。あ、じゃあ予約しますって。店の名前だけ。ローマ字で清見というね。ローマ字で清美。じゃあもう住所は言わずにそれで探してくれる。それで探してください。で、10時になりました。はい、じゃあどうもありがとうございます。キノピでした。ちょっと、ちょっと、ちょっと、今、何の意味で今終わらそうと思ったの。なんだこの締まりの悪さ。何があった。いやいや、もう10時なんでね。あ、終わったなと思って。いやいや、コマーシャルが入ってる。ごめんごめん。じゃあ、それじゃあ、あの、はい、あ、嫁に怒られるのはまたね。おー、はい、分かりました。それでは皆さん、よく片付けてね、はい、仕事頑張ってね、若さん。それじゃあ、七パパ具合が、あの、悪かったのでありがとうございます。とんでもないです。はい、そしてありがとうございます。キノピーさんはローマ字で清美というところで、出没されているらしいので、探して行ってみてください。私は絶対行こうと思います。よう予約。あ、よう予約ですね。はい、それじゃあ、なんかね、生キノピーが見てみたい。見とるじゃん、生キノピー。いやいや、そうなんだけど、そうだ。今、熱処理した状態ですから。だから、ぜひ生キノピー。まだ、あの、発酵して。生キノピーこの辺にある。あ、そう、はいはいはい。わかりました。それじゃあ、来週4月8日はジャイブから、上沢さんプロデュースで、そして、また、来月は4月ばかりではありませんけれども、七パパの部屋第1週お楽しみください。それでは皆さん、こんばんは。ご飯で失礼します。イエーイ。いや、皆さん本当にありがとうございます。マタニティ。生キノピー見に行きましょう。マタニティ。